はいどうも、皆さんこんばんは、モッティです。さあ今日もやっていきましょう。すべきの部屋隊長、続いて22面、もっと不思議なタッチストーン。もうこれは今日終わりますかね。ワンチャン終わりそうですよね。来た、タッチストーンなんでタッチしながら進むわけですよ。そっち俺今押した方と、あこれこうでしょ、アップダウン、お穴を通っていくっけ。これはとりあえずはわからんな、わからんな、これな。黄色とりあえず、あーちょ待って、え、両方、何が起こってんだ俺は俺な、謎い。こうやってゴリ押し合ってる気がするよ俺。でも割と合ってる気がしますよこれで。無理やり通って、で、通って、で、あーんと、なんだこれは。これ押して、降りて、こうして、ここ上がって、さあも、わかんないぞ。さあわかんないぞ。ちょっと考えろ。え、ごめん、本当にこれ、マジわかんない。ガチでマジでわからない。あ、なんか通れる。は？あ、こう！あ、出れた出れた出れた。あった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 。穴あった。なんじゃありゃ。なんじゃあれ。おぉ？はい。あーね。あーね。え、でもどうやって取るんだろう。あ！余裕かよ！なんか株で何かやるのかと思った。全然なんか普通に考えなしに取れましたね。はい。あとはもうこのまんまご両親で進んでいくだけで良さそうな気はしますけど、あれ？でもちょっとそれはそれで、あ、そっか、そういうことか。いやー、なんだこれは。いやでも合ってる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 。こうやってずらして、おっと、これだと通れないから、この隙間があるから、こっちを通していくみたいな。はい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 、なるほど。で、今度これ押して、このピンクの後ろ通って、ゴールだと。あーね。あーね。なかなかね、そういう発想確かにないかもしれないね。おいえーということで、まだ若干ちょっと風邪気味なモッティなんですけど、まあ、近々、治ればいいななんて、いう風に思いながら、実況はしていきますよ。続いて23、回転カラーボックス。まあね、学生じゃないから、風邪ひいたって休めない。そしてスターが取れる。どうしよう。あん？あん？なんだこれ。え？押せんの？押せない。なんだよ、いきなり！なんで？は？は？は？落ちた。え？え、何きっかけ？なんで、慎重に動かしつつ、多分ただこのクリスタルは、こういうパターンの場合は、ニンテンド取れるんで、多分全部普通に行ってれば取れるやつだと思うんで、慎重にね。はいはいはい、オッケーオッケー。ちょ、落ちるよ、落ちるよ、落ちるよ、次落ちちゃうよ。あ、ゴール付きどこがあるよ。うわー、やばい、危ね！どこ？んで穴があるよ。穴があったよ。穴落ちていいやつ？落ちない方がいいやつじゃね？え、あれどうやって取るの？穴落ちた方がいいやつくせ。落ちた方がいいやつくせ。え、あ、う、あ、い、あ、い、い、あ、落ちた方がいいやつですね、これ。落ちて、青まで落ちない。ここに何かがある。オッケー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 。で、閉じ込められた。あ、積んだ。積んだ。ここ。あ、ちょ、待って。え、積んでる。リアル積み。リアル積み。あ、ちょ、でもこれゴールすりゃいいやと。ちょ、危ねえ、ちょ、危ねえ。なんでそんな速攻で動くんだよ、最後。まあ、いいや、オッケー。あの、ゴールドキノコは頑張って取りましょう。はい。次、カラクリ天井の上で。まあでもなんか、見た感じガボンですからね。いけちゃうんじゃないかな、みたいな気しないでもないですが。はい。ポンポン。あ、面白そう。なんかあれですね、3D ワールドあたりからさ、
なんかこういう面が後半にありますよね、毎回ね。あん？あ、あはそういうね。なるほどね。なるほどね。こういうことね。落ちていいやつ。え、でもこれさ、行ったところでですよね。え、これ一回落ちようか。てか降りるのが順路っぽいな。なんもない。で、このままこう行く。うわー、これめっちゃ楽しそう。めっちゃ楽しそうだけど、めっちゃ迷いそう。っていいやつ。これなんかここに乗ったら、うわーって落ちるとかない。そんな細かいゲートまではない。内側入って、なんかいる。お通りします。あー、連打できるやつ。連打できるやつ。あ、いった、ちょ、待って、早かった。もったいな。倒して。キノコ。なんだこれ。え？鍵？鍵？鍵？とりあえずこれやって。あー？こう？ぶっ壊れた。ぶっ壊れた、ぶっ壊れた、ぶっ壊れた。で？鍵どこ？鍵ある？あ、押した？下？下？ちょっと待って、なんかいない？なんかいない？大丈夫？なんかいない。はい、鍵だけ開けて、こうしてもらって、これ取って、ほっほーして、こっち行って、これどけて、これで終わりか、ここは。2個目なんだけど。あれ？マジ？1個目どれ？あれ？え、あれ取れる？え？あ！あった！見つけた！見つけた、やっと！全然わかんなかった、ここ！これで戻る！こうする！はい。で、これやって、とりあえずこうして、とりあえずこれキノコだろうからキノコ取って、はい。で、こうやって、で、ここに1個あるんで、これ取って3個目なんですよ。1個目あれ、どうやって取るんだろうね、あれね。あー、わかった！なるほどな。なるほどな。そのパターンか。もうなんかめっちゃ悩んだわ。もう全然わけわかんなくて、ここ。そのパターンか。そのパターン、そのパターンそこで。あえそういうことね。ちょっとやるわ。せーの。いや、こういうことだよね。やっぱそういうことだよね。よかったよかった。さあ、続いて行きましょう。25、回るスペースフロア。なかなかあれですね。ちょっと難しいのが増えてきましたね。ああ！ああ！なんか難しいクリスタルが増えてきた。面自体はクリアできるけどみたいなね、パターンが増えてきましたね。何これ？何するの？何すればいいの？通れないよ。進むよ。落ち来るよ。スイッチ押したら俺死ぬんじゃないの？ああ、え？どうすんの？どうすんの？柵。柵、柵。コインだけ取って、柵。はい。で、こっち行っていいやつ？ちょっと怖くない？ちょ、危ねえ、落ちかけてる。危ねえ、危ねえ。いける？これ。はい。ふっ。え、むずくない？ちょ、え、これ確定ダメージじゃない？これ。確定ダメージ臭くない？そんなのありーな。ここは意味ない。押す。え？え、ちょっと待って。え、めっちゃむずくない？え、クリスタル全然なんだけど。で、とりあえず思うのは、このスイッチは踏んじゃいけない。まだ。とりあえずね。で、これ取れるじゃん。これ1個目。は、大丈夫。これ1個目で順調で大丈夫で、スイッチ踏んで、はて、まあ言いたいことはわかる。言いたいことはわかる。あー、分岐だ！マジそれ！え、どうしよう。え、これどうしよう。あー、もうちょっと！ちょ、いや、もうやること1個しかない。やること1個しかない。ここで、ここ、こうしようないでしょ。これじゃなくない？あれ、待って、消えた！あー！あー、消えたんだがー。
消えちゃったんだけど、はぁ？しかもと、ゴールしなきゃいけん、もっかい。あぶね。で、こうでしょ？こうだよね？こうだよね？多分じゃあそうだな。これ踏んで、こうやって、こうして、で、こうじゃない？あ、もうちょっと！危ねえ！今よく気づいた！よく気づいた！危ねえ、危ねえ、怖っ。怖い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 。よし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 。オッケー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 。へぇー。いや、これ一回見ないとわかんねえな。これはな。初見プレイじゃこれはきついわ。これはきついわ。そういうやつだわ。でもあそこのダメージ受けないのきつい。きたー。もうちょっとマミスルーしよう。もう行こう。次。次。激走マグマロード！もうチャクッとクリアしよう。もうチャクッとクリアしよう。はい。ドン。やばそう。あ、走るやつ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 反射神経が問われる、あーだこうだあーだこうだ走れる走れ走れ俺たちなんで左に行ったのか上がれ上がれ俺たちそして落ちてどこに行くのこういうの大体後ろに行くのが正解だよと言っていた時期も僕にはありましたよ結局なんか何周もしてるだけですよおいしょーあぶーベルーこっちあー違うかもあれどこ行くのえは何それ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 ベルーああなるほどねなるほどね行くぜ。まだだよ。ベイベーよっしゃ全然余裕だぜ。余裕の肺活用ぜ。あと3倍から5倍ぐらいはいけつぜ。よっしゃ細っ。細いだけだ。俺は回らない俺は回らないクリアするだけだ。だってコインは後でいっぱい集めればそれでいいんだ。オッケー、イエーイ、ナイス。なんかさ、冷静に突っ込んでいく感じね。持っていいあれ。150円。めっちゃ全部集めなきゃじゃね。すご。次、沈みゆくメタキャッソル。あともう2ページとかなりましたよ。わあ、ギリギリいけないかな、この動画でいけないかな、見せたいな。ああ、ああ。よっしゃ。普通にビビったんだ。ドクドク、あ、ちょ、ミスった、ミスった、たたたた、ドクドクタワー、ドクドクタワー、ドクドクタワー、あだよ、ドクドクタワー、ドクドクタワー、ドクドクタワー、あだ、ドクドクタワー、ドクドクタワー、ドクドクタワー、どこに行ったらいいのか先読みしつつ動いてゆくのが俺だよ、俺だよ、俺だよ。お、お、大丈夫？ポイントがいらないよ。コインはいらないよ。俺が欲しいのはメタルだけだよ。俺が欲しいのはクリスタルだけだよ。クリスタルさえ掴めれば俺は何にもいらないよ。俺は何にもいらないよ。俺は何にもいらないよ。なんだこのルートは。ちょ、俺が思っていたルート、あ、違う、正規ルートだった。正規だった。正規ルートはいいんだが、正規ルートはいいんだが、そこにある、そこに落ちる、落ちる、落ちる、取る、ゾール2つ目、はい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 、アクション、ナイスアクション。ナイスアクションからの、ナイスアクションからの、どっちどっちこれ、こっちどっち違う、こっちじゃない、こっちじゃない。いや、でもこっちっぽい、こっちっぽい。ちょこちょ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 抜けらんない、抜けらんない、抜けらんない、抜けらんないよー、どこだよー、そこだー、おめえはいらない、さよなら、ここだー、これクリスタルだ、抜け、ジョーシェイ、邪魔、邪魔、間に合わないからする、間に合わないからする、後半段からの、ググ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 と上がり、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 おいやー、簡単かよー。簡単かよ、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 余裕かよなんでこのタイミングでこんなぬるい面が来たんだろう。ラストでした。お、ラスボスですよね、これね。
決戦大会長ウィンゴ、お前ウィンゴって言うのか。ファイトーファイトー、今モッティって言わなかった、今モッティって言わなかった、モッティーあーって言わなかった、ちょっとリピートして誰か。ちょ、今モッティって言ってたの、これ俺のためのゲームだった、マジ今さら。パパー、パパなんですね、僕はモッティパパなんです、ね、モッティパパなんです、ね、俺こんな子を産んだ覚えは、あ、そっちのパパじゃなくてそういう意味のパパですか。いきますよ、かかってきやがれ、いくらでもやってやるわ。とりあえず何をしたらいいんや、とりあえず、あ、痛い、痛い、痛い、押すな、押すな、痛い、押すな、押すな、絶対押すなよ。え、どうしよう、あー、そういうやつよね、そういうやつよね、はい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 、早く、早く、早く、はい、で、邪魔君、邪魔、はい、クイズはないよ、クイズはあったよ、1個目、ちょっと取れないんだけど、ちょ、待って、待って、待って、邪魔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 、君邪魔、君邪魔、君邪魔、結構ギリなんだけど、今のところ。これどうやんの？降りれるけど、降りれるけど。大丈夫、生きてる、生きてる、俺は生きてる、俺は生きてる、俺は大丈夫だ、俺は大丈夫だ、俺は大丈夫だ。もう完全に今俺死んだかなって思ってたんですけど、そこだけなんか大丈夫でしたね。はい。で、ここ掴んで上がって、でもこのまんまこれ突っ込みましょう。あぶね、間に合った。これ A でいいの？な、大丈夫、風の影響。あー、クリアルのリフレクターがある。はい、記録ください、記録ください、記録いらない、じゃあね。で、おーん、落ちちゃったけど大丈夫、なんだ俺は、めっちゃ飛んできた、なんだこのほほほほひっは、ほほほほひっはみたいなやつ、伝わんない、伝わんない、伝わんないよね、伝わんないよね、ほほほほひっは、ほほほほひっはっていうね、昔あったんですよ。あ、なにこれ、わかんねえ、つかむ、なにこれ、え、一回ちょっとスルーして回して、一回回したけど、とりあえず一回回したけど、ちょ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 、回せ、なんかめっちゃ回したけど特になんか意味がない、よーはい、ラッキー、ラッキー、全然分かってなかったんごね、とりあえず上に上がるんごね、ほんで次が何があるんごね、一回ここはこうこうですね、横風に耐える、強い、で、で、アクリシャルあった、あった、邪魔、どうしたらいいんだ、俺は、俺はどうしたらいいんだ、あ、なるほどね。これ今ここ壁になってるんで、壁になってる状態で、こっちか、どっちだ、こっちだな。こうだな。で、こうだな。ちょ、話せ話せ言ってるんで話してあげよう。で、とりあえずもうやることやったから、あとは先に進んでいくだけ？オッケー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 、行くぜ、ラスボス戦、あっさり来たな。やるぜ、この金を、うぅー、全部せしめてやるぜ、俺、じゃあ、はぁー、はぁ、ずるかよ、マジで。なに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 、落ちる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 。落ちるし、落ちるし、そのビリビリを、ビリビリがわかんない。え、ビリビリは、ビリビリは何なの？え、ビリビリ触っていいやつなの？そんなことないよね。なになになに？ 5 回、長い。はい。あー、かわされた！はぁ？はぁ、なにそれ？ちょ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 、待って、操作しちゃった。ちょ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 、はぁ、なにこいつ。え？マジよ、ここに戻ってくるまでのだるすぎるだろ、マジで。なんだそれ、なんでだる、なんでこんなだるくしちゃったの、なんでこ、こ、別にボス直前からでよくない、やめてやめてやめて、なんかすごい歩かされたんですけど。とりあえず早く、くれ。ちょ、逃げらんね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 ーよー、
当たっていく。やばい、わかんない、そこ当たっていく。ラス1。なに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 、ちょっとさ、死んだらまたやり直しだから、くっそめんどくさいから。キノコナイスナイスナイスキノコナイス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 、そうだキノコもらえるんだった、ナイス。ちょ、しっかり見てね、しっかりいろいろ見てね、しっかりいろいろ見てね、いろいろ見て、はい、いろいろ見た。やばい、どこ、いや、それズーだわー。倒した余裕、あ、当たったわ。あ、やっぴー、あわわ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 、大丈夫か、俺が救うぜ、おらー、最後のスターか、最後のパワースターだ。やったー、平和が訪れた。あ、でもなんか踊ってた踊ってた、見た、見たかったそれ。バーバーということでお送りしてまいりました、すすめきのぴょう隊長、いかがでしたでしょうか。いや、なんか一部のコアなモッティリスナーにバカウケらしい、そういう情報だけ耳に入ってましたけど、まあマリオ好きとしてはやっておかなきゃいけないタイトルのうちの一個なんじゃないかな、なんていう風に思いますね。まあある意味これで、まあ前後のその 3D ワールドとかのキノピオ隊長とかとの補完もできたかなって感じなんで、まあいずれ2が出るのかわかんないですけど出たらまあそれはそれで遊んでこうかなという感じですね。はい、いやなんか、あ、宮本茂さんの名前あるんですね。おまけがあるらしいんですよ。なんか発売から何ヶ月かした時に、追加コンテンツみたいなのがあって、それで、追加されたものがあって、で、もうすでにあるんですけど、それを、ちょっと残りあと数日、もう、マリオデッセイまであと1週間ぐらいになりましたから、まあ、その数日間で遊んでいこうかなっていうふうに思ってます。で、他の収集要素等については、まあ、やる予定はないで、というか、時間が結構ギリギリなんで、まあ、これぐらいでいいのかなと思ってますんで、まあ、そんな感じで、よろしくお願いしますと、いった感じですね。はい。ざっくりしすぎですけど。すげえざっくりしすぎですよ。エグゼクティブプロデューサー、サトル、岩田。でででーん、イエーイ、イエー、あ、うん、あー、わっ、あ、グリーンスターだ、え、あー、なに、どうした、どうした、お、グリーンスターを探しに行くのか、お前は、ちょっとー、はぁ、キノ、ほら、キノピオ、はい、オーノー、あ、まだある、まだある。何、まだある。終わりじゃねえの、今ので。終わりって書いてあったじゃん。あ、あ、なんか来た、なんだお前ら。もうさ、あれだよな。ニューマリブラとかでさ、4人プレイできるじゃん。あの、青いキノピをさ、調子乗りすぎだと思わない？明らかに隠したでしょ。なんか、あ、なんかこれどっかで見たことあるんだけど、俺。見たことあるんだが。このゲームは俺まだ実況してないんだが。あ、もう明らかにどっかで見たことあるし、なんか、見覚えあるアイテムがいっぱい大量に落ちてきてるんだが。あー、もうこいつもね、ブロッコリーでしょ。どっかで見たことありますよね。どっかで見たことあるんだが。なんだ。あー、そうだな。いや、この絵もどっかで見たことあるな。うん。あるわ。あれ、発売順的にはどっちが後なんですか？ 3D ワールドの方が後なの？どっちなんだ？あ、ニューマリブラ2と、え、2だよね、わかんないけど。と、3D ワールドと。そう。まあ、さすがに、キノピオ隊長が後だよな、みたいな。ああ、見えた。お、入って。何どういう展開、どういう展開、グリーンスターが入って、
で、キノピオ隊長がそれを追って、キノピオ隊長も同じ世界に入っていくと、あーね、そういうストーリーのつながりがあったんですよ、みたいな。だからキノピオ隊長が出てきてたんですよ、3D ワールドに、みたいな。そういうことね。そういうことが言いたいのね。おう、よく頑張った。わっ！わー！なるほどね。なるほどね。なるほどね。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。今夜から3夜連続生放送、 YouTube ライブとニコニコ生放送でお送りします。今日はマリオ64 120枚 RTA 2時間半で全クリします。2ヶ月に一度のお楽しみですね。ぜひ楽しんでください。あったかくして寝ろよ。